これより児玉町の学童保育ほがらか湧水館と武蔵青麦館の子どもたち、ほがらか武蔵子宝合唱隊の合唱を発表させていただきます。本日ナレーションを務めさせていただきます山下と申します。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ほがらか武蔵子宝合唱隊にはもののべ大元先生作詞、井上春彦先生作曲のオリジナル曲が十数曲ございます。その中から、本日は代表作を4曲聴いていただきます。本日の指揮、井上春彦、伴奏黒田光。最初の曲をご紹介いたします。笑う門には福来たる、作詞もののべ大元、作曲今沢正和。笑う門には福来たるということわざの通り、人生に笑いはとても大切です。子どもたちが楽しく笑い合うことによってみんなを幸せにする歌です。どうぞ子宝たちの歌声を笑いながら聴いてください。続いて2曲目のご紹介です。日の本かるた、作詞もののべ大元、作曲井上春彦。日の本かるたは数多くの失敗体験から生まれました。人生に失敗はつきものです。この失敗をくよくよせず、失敗を楽しむ心の遊びが大切です。子宝たちが日本一を目指して明るく元気に歌います。どうぞ聴いてください。「
日本全国でコロナ感染が拡大していた1年半前、金谷小3年生岡崎優愛ちゃんの命の詩が表彰され、この詩に感動した体現先生が歌にするため詩をまとめました。そして井上先生と協力し、みんなの命を助け合うために命の歌が生まれました。去年の2月24日ロシアがウクライナに戦争を起こし、多くの尊い命が奪われました。この悲しいニュースを見た子どもたちから、この歌をウクライナの子どもたちに届け応援したいという声が出ました。そこで本日展示してある俳句俳画を60枚作り、命の歌と一緒に去年の7月13日ウクライナ大使館へ寄贈したところ、とても喜んでいただけました。それから今年の2月23日天皇誕生日に上里町の菅原神社でウクライナ大使と大使館員の皆様の前で命の歌を子宝合唱隊が披露することができ、皆様から温かい拍手をいただきました。それではみんなの大切な命をご紹介いたします。みんなの大切な命、作詞岡崎優愛、物述べ体現、作曲井上春彦。みんなの大切な命は誰でも一つしかありません。この小さな命をみんなで本当に助け合い、心の灯火を掲げ輝かせましょう。子宝たちが心を込めて歌います。どうぞ一緒に歌いましょう。
最後になりましたが、小玉町ホキノにはかの有名なヘレン・ケラーさんが人生の師と仰ぐ全盲の国学者花輪保喜一先生の成果があります。その花輪保喜一先生の生き方を子どもたちが一生懸命学び体得するための歌をご紹介いたします。保喜一先生、日本を照らす。作詞、物述べ体言。作曲、井上春彦。保喜一先生は今から268年前、7歳で失明しました。それから11年、耐え難きを耐え、人生の苦しさを乗り越えて、学問への道を18歳で切り開きました。今の子どもたちに保喜一先生の真心と忍耐を学んでいただき、これを生かしてもらうためにこの歌が生まれました。それでは子宝たちが心を込めて歌います。どうぞ聴いてください。Thank you.
長で穂柄武蔵子宝合唱隊の発表を終了いたします。ご来場の皆様、ご清聴ありがとうございました。